前の部では、実演の最後にあちらの電通ビルの方から赤尾のすりをこちら急降下いたします。こちらで鳩を振って呼び戻す、赤尾のすりの急降下を行いますので、ただいまより、大塚高城と門下生が赤尾のすりを据えて、電通のビルへ上がります。その間こちらの広間の方では、振り替えなど の実演の技を披露させていただきたいと思います。これから大塚高城と赤尾のすりが電通ビルへ参ります。お願いいたします。それでは振り替えという技をお見せいたします。披露いたしますのは田子守隆と篠田高城補大高です。これは鷹城と鷹城が向かい合って立ち、お互いの拳に鷹を呼ぶという訓練でございます。一見すると単純な技に見えますが、非常に大切な訓練の一つとされております。大鷹は末前と呼ばれる調教の担当者に一番慣れやすく、他人の顔を見分けることができます。この傾向が強くなりますと人見知りのようになり、他人に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがございます。今少しあちらの止まりやすい立ち木に止まりました。ではこのまま渡りという技で呼び戻してもらいたいと思います。この渡りという技は立ち木に止めた鷹を鷹城の拳に呼ぶという技になります。鷹狩りでは獲物が出た時に鷹を放ちますが、獲物が取れないと鷹は木に止まって鷹城を待つということになります。その時に鷹を拳に呼び戻すため普段から訓練をしておきます。また毎日このような渡りを行うことによって鷹に必要な筋力や飛行能力を高める効果もあります。何かを気にしてあちらに止まってしまいました。本日はお客様がすごい大勢いらしてお越しいただいたので、ちょっと鷹も少し緊張気味かもしれません。あちらの立木の方からこちらに呼び戻したいと思います。あちらの立ち木に止まったんですけども、何せ やはり歴史ある鴨場であったので、ちょっと見晴らしの良い方向へちょっと飛んでってしまったようなので、結構この近くにも鴨がおりますので、やはり本能的にも獲物を捕らえたいという傾向もあるので、ちょっと気にしていってしまったのかもしれませんね。
こうあちらに飛んでた鷹に気づくようにこちらで鳩を振って、振り鳩という技で、呼び戻したいと思います。この振り鳩という技は獲物を取らせる前に教える調教の一つで、鷹匠の振る鳩を捕らえさせます。獲物を取った時の鷹は無防備な状態なので、カラスや他の猛禽に狙われやすいため、鷹は本能的に安全なところまで運ぼうという習性があります。このため鷹匠のそばで獲物を取ったら隠れなくても大丈夫だということをこの訓練によって教えます。また鷹は獲物の後を遠くまで追って狩りをする習性があります。殿様が狩りを見られないと鷹匠も困りますので、鷹にできるだけ近くで獲物を取るように空中で取る方法を教える効果もあります。鷹は餌で呼ばれると比較的ゆったりと飛びますが、獲物に対しては真剣に向かうので飛び方も違います。近くで、鳩を振って呼び戻したいと思いますので、そのまま鷹匠が鷹を据え上げに参りますので、お客様はこちらでご観覧をお願いいたします。呼び子の合図と、振った鳩を振ることによって、鷹にこちらに注意を、注目していただいて、鷹を据え上げる、訓練になります。こちらでは、次づいて、鷹匠体験を行わさせていただきます。鷹匠体験は4名様までとさせていただきます。ご希望の方は、その場で挙手をお願いいたします。門下生が、それぞれ、こちらからお客様を選ばせていただきます。